前城は、群馬県前橋市か川町前にあった、室町時代から戦国時代にかけての日本の城、群馬県指定史跡。西と南をうさぎ川に面し、東をうさぎ川の支流、道寺川に面する棚状丘領地に作られた、防水系の城、東西250メートル、南北500メートルに広がる、別城一角の構造を持つ。 三好康信の子孫という前史の居城であった。追記時期は15世紀中頃と推定。状況元年にはすでに存在した。文明12年頃、佐野正綱により落城するも、城州の前三河守は、横瀬行。茂の援助で起城。以後揺らしの影響下に入る。永六五年上杉過ぎ方に降る。元気三年。 上主の前宗次が、上杉謙信の下屋国尾畑白攻めに参加中う知事に。その後、春松丸が次が、反抗してきた、尾畑白方の北条軍により落城。春松丸は、馬屋橋へ逃亡し、柏弟子は没落した。天正二年、上杉方に占拠され、木戸忠友が入る。天正六年、上杉謙信死去によって、後北条氏に属し、川田備前神が上主となる。 天正八年、お盾ての乱の中で、武田勝頼は、上杉影勝を支持、上杉影虎派の馬矢橋城を制圧しそのまま、赤城山南独の王五城、三城城、伊勢崎城を攻略していた。攻略後、武田勝頼軍は、人心安定のため平伏のまま各地を視察し、全城付近を通過した。当時全城では、主演が行われ喧嘩も起きており、 武田軍を見た一部上兵が激光武田軍に攻撃を仕掛けてしまった。この結果、武田勝頼軍の反撃を受けて前城は落城、川田備前神や城代、大後民部左衛門のが討ち取られてしまった。これを前城素肌攻めという、この落城後に敗城となったという、現在、城司の大部分は住宅地。しかし、戦後に、 柏出市の松江という柏出慶之助が、本丸周辺を買取券に寄付したため、本丸二の丸は1949年券指定史跡に指定され、上司公園となった。また本丸北側の北角跡には、春川歴史民族資料館、春川出土文化財管理センターが立つ。ありがとうございます。